コークでもいいんじゃないか、うん、素人の域を超えてる、素人の域は超えてるよこれ。夢なんでやっぱ2人で見たらいいって。あ、動画を止めるそれともこのまま話すかどっちがいいの。動画にしちゃって大丈夫ですか。うまいのその先へ、チェイス。そろわねえなということで、はい、辻田の創業者、辻田です。バリオのカズです。ここはどこだ。千葉のこうなってるところの、この辺房総半島のこの先っぽみたいなところだな。はい、千葉君の首あたりですね。よくわかんないけどとにかく都内から2時間かけて来た千葉の奥地なんだけど、はい、俺先日ちょっと海外に行くときに成田空港で飯食ってたわけよ、はい、いきなり手振られたの外からって。あ、知り合いか、お会いしたことあるからだけど俺忘れちゃったのかなと思って。あ、一番困るやつ、ね、そうどなただっけなと思って。男の人と女の人で、はい、で外に出てご挨拶しに行ったの、はい、あ、どちらでって言ったら、はい、あ、ごめんなさいって言われて、はい、あの YouTube いつも見てますって言ってくださって、はい、それで、あの、こう手振ってくださった方だったのね。なるほど。で、ご挨拶だけして、はい、まあ、一緒に写真撮って、はい、で、その場は終わって俺も海外行ったわけよ、はい、したら、あの、海外滞在中に、はい、あの、インスタに DM が来まして、はい、あの時ご挨拶させていただいたものですって、はい、で、そこに実はなんかラーメンを自宅で作ってますと。そんなことあります。そうだから、ぜひうちの自宅にラーメンを、はい、食べに来て感想を聞かせてくださいっていう DM をいただいたということで、はい、今日はここに。え、それってどっちなんですか。家庭のラーメンを食べて感想を言うのか、うん、それともその先ちゃんと商売にしたいと思われてるのか。そこまではね、俺な、何て書いてあったか忘れちゃったんだけどなんかいろいろ DM 聞いてみたいんだけど、はい、まあ、もしかしたらだよ、はい、だから札幌一番とか中華三昧を作って上に野菜炒めとかをね、はい、こう乗せてくれてる可能性も。何しに来たんですかっていやだから可能性もゼロではない。その時は遠慮なくちゃんと言おうよ、はい、これは すいませんってこの YouTube を見て、うん、お二人がというか辻田さんがラーメン屋さん経営してるって分かってるのに、うん、ラーメン食べに来てるけど、なかなかの気合がある方というか。いや、まあまあ逆にこういうのもありがたいかなと思って、だからこういう方もぜひこれからも募集したいんで声かけてください。はい、はい、都内から2時間だと行けると。2時間半かな、2時間半まで。まあ運転はでも数がするから全然俺は、はい、大丈夫なんで。じゃあ行こう、はい、行こう、はい、行くぞ。なんかこれこれ不思議じゃないですか。ピンポンって言って YouTube でピンポン初めて。あ、はい、すいません。あ、どうも。あ、遠いところありがとうございます。先日は成田で覚えてます。覚えてますよ。どうもお邪魔してよろしいですか。すいません。初めましてカズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は二度目ましてで、はい、失礼します。お願いします。すごい家だぞカズ。わー、ほんとだ。おしゃれな。へえ、あらららら、すごい。失礼します。あ、どっちがよろしいですか。なるほど、もうじゃあこっちで、はい、はい、じゃあお邪魔します。はい、失礼します。今からもう作られるんですか。早速、はい、大丈夫です。でもちょっと自己紹介だけ先にそうです、ね、してもらった方がいいかもしれない ね今の職業は、はい、お家の外交屋をやってます。外交って何ですか。周りですね、お家の周りのコンクリート流したりブロック貼ったりとか。木内守です。あ、年齢は46歳です。あ、53年です僕。あ、53年の3月なんです。早生まれ。あ、じゃあ1個先輩ですね。永遠の先輩です。あ、そうですか。いわゆる一生先輩です。よろしくお願いします。はい、奥様も。奥様は、え、奥様はお綺麗で、そう、成田でお声掛けいただいたんですよ。はい、そうです。辻田さんの動画をいつも見ていてファンでお声掛けしてしまって、そこからちょっと DM いただいて、お話、はい、させていただいて、うん、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと見させていただいても大丈夫ですか。はいはい、大丈夫です。うわ、すごいな。あ、ちゃんとこれ何、出汁取った後のあれじゃない。あ、取りました。煮干しと、はい、ちゃんとしてる。ちゃんとしてるよ、はい、そこら辺の変なお店よりちゃんとしてる。だってメンマもちゃんと炒めてるよ。はい、札幌ラーメンじゃないってことですか。いや、わかんない、まだスープ見てないから。もしかしたら札幌一番。いや、ネギはこれあえてなんじゃないの、このランダムな感じは。
これ 麺はどこで買ってきてるんですか？麺は製麺屋さんです。製麺屋さんで、はいはい、麺何種類か多分食べされてるってことですよね、はい、こっちの方が細いですもんね。昔から煮干しが好きで、はい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 、最初に感動したのが春木屋だったんですよ。春木屋さんね、春木屋さん、おぎくもの、はい、美味しいですよね。そこでもう、はい、どにも抜かれちゃって、はい、こんなうまいのがあるんだって、はい、地元のそういう経験がない人にもなんかそういう味を食べてもらえればなと思って作り始めたのがきっかけで。きっかけです。すごいな。じゃあもう休みのたんびに作られてるんですか？あ、もう週末はずっと。家族でお出かけできないじゃないですか。あとはラーメン食べに行く。ラーメン食べに行く。あの成田空港でお会いした時はどういう、あれはラーメン食べに行きました。あ、成田に、はい、成田にラーメン屋さんある。富田さんに。え、あ、富田さん、あ、富田さんを食べに行ったんですね、はい。子供が電車とか飛行機好きなんで、はい、遊びがてら帰ろうとしたところで、ええ、寿司田さんにお会いしたんですよ。なるほど。お寿司食べてました。いらっしゃいませ。まさかのね、ちょっとお寿司屋さんでびっくりしました。、はい、え、これ一杯ずつ作る感じですか？一杯ずつです。なるほど。どうしても家だとそうですね、火力が弱いので無理して作っちゃうとやっぱ麺が美味しくないんですよね。あ、素晴らしい。もうプロみたいな意見をいただいてる。ちょっとあそこの時計見ている。あ、素晴らしい。あ、なになになに、丼を温めさせて。丼を温める、電子レンジ温める、これも試してる絶対。すごいな、もう何回もやってんなこれ。電子レンジ温まんの、丼って俺やったことないわ。結構チリチリになります。なります、はい。優しく麺を泳がせるね。あ、なんかラーメンの匂いしてきたよ。あ、行くわ。結構熱いですよね。いや、言うこと良かったよ。ちゃんと逆手で入れてて。あらら、ネギが入りましたよ。しかも、ああ、まあ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 、すごい。60度って感じだな。なるほどね。ちゃんとそこで混ぜて、そこで混ぜてから、レードルで逆手で入れると。なるほど。おお、すごい。やってる人の手つきだもんな。バラとロス。はい、ですね。はあ。これは小松菜だね。小松菜とほうれん草です。ミックスしてるんですか？はい。ミックス？ミックスしてます。すごいな。これはもうすごいな。メンマもなんかひき肉と一緒に、そうですね。動物系を、はい、味を加えてコクを、はいはい。これはクックパッドかなんかで見たんですか？いや、自分でちょっと考えて。アレンジ。はい。うわ、これはちゃんと綺麗ですね。はい。あ、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。これはあの今日のために用意していただいたのか、あのこちらの晩ご飯か間で味変で。そうですね、味変で。分かりました。はい、じゃあちょっといただきます。はい、素人じゃない。これ素人の域を超えてる。素人の域は超えてるよこれ。なかなかだよねこれ、うん、すごくない。これ真面目にちょっと見てもいいじゃないか、うん、これ店やったらいいじゃんっていう。ありがとうございます。ちょっといい、こっちの。じゃあ俺ロースいただきよう、はい、うん、チャーシューもいいね。いただきます。味変とこれ魚粉ですかこれ。え、魚粉と辛味噌か。どっちからいくか。辛味噌からいくか、うん、これ どれくらいが推奨ですか、量的には。結構辛めなので、本当にちょっとで大丈夫です、はい、こんな感じですか、はい、じゃあこれくらいいってみようか。普通じゃ使わない、うん、唐辛子がさっき見えたんですよ。はい、どうぞ。キャロラインリーファーっていう、あ、世界最強めっちゃ辛いやつだな、はい、それ。
もうちょっといけるかもしれないです。俺になんか罰ゲームみたいな。罰ゲームそのもうちょっと入れてもちょうど美味しいかな。こっちのアプローチ。ああ、こっちのアプローチね。うん。なるほど。これくらいね。はい。ちょっと行ってみようか。うん。うん。自宅ラーメンで。ここまで美味しいの俺初めて食べたかもしれない、うん、これ、うん、でもね俺ね実はね自宅ラーメン食べたの初めてなのあ、まあ、でも家でここまで食うってすごいね。ここら辺のラーメン屋さんで美味しいと思う、うん、美味しいよね。多分相当努力されてるなって感じだし、そうですね、脳修行というか独特ですもん、うん、そう、それだし何がすごいってあのキッチンで作るってことがすごいね。で、あの何が違うんですか、プロのキッチン。キッチンでああやってやると大体奥さんに怒られるでしょ。あ、まずその奥様が考え、そのハードルをまず乗り越えてるっていう奥様が寛大なのかご主人がそのハードルを乗り越える努力をしたのか。私キッチン立たないんですよ。え、はい、普段から、はい、あの普段から全部料理はで、あの全然あのご自由に勝手にやってくれと。だって先輩あそこ見てラーメン屋じゃん。あの調味料。調味料。お願いします。おお。期待をつけない。はい。じゃあ行こうか。はい。うん。うん。まあそりゃそうだよね。だってこんだけちゃんとスープできてるから。つけ麺もそれはうまいよね。何系のつけ麺なんですか。対象系ですか。うん、まあまあそういう感じかな。あ、ちゃんとしてる。ちゃんとしてるんじゃこれ。お金払うレベルじゃないですか。お金払うレベルだよね、はい、やっぱ1年かけてやってくるとここまでね行くもんだね。家でやってもだこれちゃんと店の設備でやったらもっと美味しくなるんじゃないかな。そうですね、これもうちょっと火力あったら麺もスープももっと美味しいですもんね、うん、あと火口あればチャーシューも煮ながらできますもんね、うんうん、てかオープニングで言ったらその札幌一番とか言ったのが申し訳ない。申し訳ないね。謝罪ですね。中華三昧か、うん、札幌一番に野菜炒めが乗ってんじゃねえかっていうそんなレベルじゃないですね。本当だよね。うまいよこれ。これ家でラーメン食ってるみたいだな、うん、家か。いいですね。いいだな。いやごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。山ちゃんめっちゃうまかったよ。いや美味しそうでしょ、ね。食いたかったでしょ。食いたかったっすね。ずずしいよ。でもそうですね。あのお店じゃないんでそんなバンバン頼んで申し訳ないんで、ね。ご家庭ですから。はい、ご家庭なので、はい。そうそうそう。ちなみにこの机の上のこのレンゲとか割り箸とか見る感じなんかやってらっしゃるんですか。週末だけなんですけど友達呼んだりして。ここで食べてもらうような感じで、すごいよね。それもお友達に味を聞いてこう向上するためにってことですか。そうですね。結構食べ歩きしてる友達が多いので、その友達にいろいろ味見してもらうようなアドバイスをいただきながら、すごいでしょ。舌が肥えてる友達はわざわざ呼んでこう向上のためにやってる。そうなのよ。本当うかうかしてられないです、ね。いや本当本当。え、これランチですか。それは夜やってる。ランチっていうのが、ね、昼ご飯に食べに来ました。友達の都合に合わせて、昼来れるとか夜来れるっていうタイミングで合わせて。はい、で奥様はそれにお付き合いを。はい、そうですね。え、なんか僕成田でお会いした時お子さんもいらっしゃいましたよね。はい、あ、もうお子さんは今日は学校行ってます。あ、そうか、平日だ。平日ですもんね。失礼しました。あ、いえ。あの休ませてくれって懇願されたんです。いやいやいや、まずいでしょ、それは。ちょっとまずいかなと思って。そうですよね。行かせました。多分ちょうど算数をやってる時間ですね。あ、そうなんだ。時間割り的に。じゃあ算数頑張れ。いや可愛い子だったのよ。それで一緒に写真撮らせてもらって。もうあの動画を見すぎていて、はい、私たちが、はい、もう神様なんですよ。したり、もう芸能人の方にお会いした感覚なので、私もそうなんですけど。俺もっともっと言ってる。いやバカやろ。いやでも嬉しかったですよ。ああやって声かけていただいて、はい、涙では
ました。いやいや、嬉しかったです、本当に。すいません、ちょっと自分、YouTube しかやってないんで分かんないけど、そんなすごい方なんですか、お二人とも。いや、もう。いや、ね、好きな人だったら。知らない人はいないですよね。いや、そうなんですね。山ちゃん。そうですね、一応やってんだよ、俺らも。一応ラーメン好きのお二人っていうイメージだったんで。そうなんですね、伝説です。じゃあこいつね、ポンコツなんだけど。ちなみに、はい、今こうラーメンに力を入れてやってらっしゃいますけど、それ将来的に店舗構えたいとかあるんですか？そうですね、嫁と出会った頃から、うん、そういうお店をやりたいっていう夢があったので。あ、そうなんだ、はい、でちょっと今こういう外の仕事なんですけど、体にちょっとガタンが来て、はい、今じゃないかなっていう感じで。なるほど。ちょっと一年放棄で真剣にやろうと思って。あ、そうなんだ。独学で自分で勉強しながら、はい、なるほど。じゃあもう本格的にお店をやるっていうことを前提のラーメンってことですね、はい、ってことはじゃあそういう目線でのアドバイスの方がいいってことなんですか、はい、ぜひお二人の意見を。店舗を構えるっていうことを前提のアドバイスなんですね、はいはい、あ、よろしくお願いします。そういうことか、はい、ごめんなさい、ちょっと俺が悪いんだけど、趣旨的にはごめんなさい、あの自宅で作られてるラーメンに対しての意見を述べさせていただいてたって感じなんですけど、はい、店舗をやるっていうことを前提になるとちょっと厳しい意見も言わせていただいちゃうと思うんですけど、どうします、これ。そしたら動画ちゃんと言いたいから動画を止めるか、それともこのまま話すか、どっちがいいの？お二人的には動画にしちゃって大丈夫ですか？どちらでも大丈夫です、どっちのが。じゃあこのまま行きましょうか、せっかくですから。わかりました。っていう意味で言うとですね、機材というか、そう、設備はこれだっていう前提で話しますよ。だとすると、まず丼はあの丼でいくんですか？変えます。なるほど。とか形とか厚みとか、はい、もう全部変える、もう変えるってことですね。じゃあ丼は抜きで考えた方がいいってことですね、はい、だとすると、まず一番基本的にはまずじゃあラーメンからいきましょうか、はい、まあ、僕と数それぞれ違うかもわからないんで、僕からいくと、まず基本的には塩分濃度が高いです。あ、高いんで、あれ一杯食べると、はい、多分食い飽きちゃいますし、途中であのしょっぱくて疲れてきちゃうと思います、はいはいはい、でさらにその味変の味噌あるじゃないですか、はい、味噌だけでしょっぱいじゃないですか、はい、しょっぱいところにさらにしょっぱいも入れるんで、はいはい、一杯食べるのは相当しんどいと思います、はい、だから基本的にはよく店でああいう味になる時っていうのは、試食を3口4口しかしないで作るとああいう味になるんですよ、はいはい、一杯食べきる試食っていうのはああいう味にならないんですよ、はい、だから試食を 2、3口しかしないで、もしかしたら作られてるのかなっていう気がまずする。でも基本的には多分タレを減らせば多分そんなに気にならないかなっていう感じなんで、そこはそんなに難しい調整ではないと思います。あと香りとかそのコクとかそういったところは、あの非常に美味しかったです、はい、一番まず気になったところはまずエンドですね。それからやっぱりぬるかったですね。丼の温めが足りないと思います、はい、店舗でやるんであれば、はいはい、ご自宅で出される分には全然問題ないと思うんですけど、はい、店舗でやるとあれだとちょっとぬるいって言われちゃうかなっていう感じ、はい、あとネギの刻みあったじゃないですか、はいはいはい、あのネギの刻みっていうのはなんであの形になったんですか？あの白髪の方、白髪の方ですか、あの食感が好きっていうのもあって。あ、なるほど。で、輪切りのネギってどうしてもやっぱスープに馴染んじゃう感じがどうしてもイメージがあって、うん、ネギを主役にこうもっと存在感を出したかったっていうのが。あ、そういうことですね、はい、なるほど。これはあくまでも僕の感覚なんですけど、はいはい、ネギを主役に持っていくには、ごめんなさい、ちょっと言葉選ばず失礼かもわからないですけど言うと、はい、ネギの量がちょっと中途半端。ネギラーメンにするんだったらもっとネギ入れなきゃいけないし、はい、もうちょっと味付けが必要だと思うんですね、はい、で基本的にあの切り方っていうのは繊維に沿って切ってるんで、はい、口の中に残るし、口の中でやっぱネギが暴れるんですね、はい、で輪切りは繊維を切ってるから、はい、こう入ってる繊維に対してこう切ってるから、はい、口の中でその残らないっていうか、あの筋みたいのが残らないんで、はい、食べやすいし口の中で暴れないんで、僕はあの輪切りのネギが好きで、はい、で逆にネギの存在感出したいときは、あのそれこそあのラーメンショップみたいな あれくらいもう存在感出して、はいはい、潔く行った方がこうネギの、もうちょっと太めな感じ、うん、
存在感も出していけるかなっていう、はい、ただ量を入れた時に味がついてないネギだとしんどいじゃないですか、はい、ラーメンショップみたいなああいう味をちょっとつけてやるんだったら、はい、ただしこのラーメンには合わないと思います、はい、せっかく の, お魚で取った出汁の感じとか、はい、油の感じとかがなくなっちゃうんで、はい、このラーメンで行くんだったらあのネギを選択するべきではないのかなっていう気はします、はい、麺は美味しかったです。あとチャーシュー、はい、チャーシュー自体はものすごく美味しかったです、はい、柔らかく炊けてるし塩分濃度もちょうど良かったので美味しいと思います。ただこのラーメンにロースとかバラがいいのかなっていうと、はい、僕だったらももを選択するかなっていう感じはします、はいはい、ラーメンに結構油もあるんで、はい、そうするとチャーシューをしっとり炊いたもも、はいもしくは、まあ、焼いたももが合うかどうかちょっとやってみないと分かんないですけど、はい、焼いたもものどっちかでしっとりしたももを合わせていくとラーメンに関してはいいんじゃないかなっていう感じは、はい、麺も美味しかったです非常に。で麺とスープは良かったですね相性は。もしオープン本当にされるんだったら、はい、あと何種類かちょっといろいろ麺は試してみる価値はあるのかなっていう気はしましたね、はいはい今、うん食べ終わって15分ぐらい経ってます、ねうん、でその時に口の中に残ってるのがちょっと油の重たさが残っちゃってるんで、うん、きっとこれ温度ですよね、うん、温度だね本当に自分が一番気になったのは、うんまあ、チャーシューはもちろんうまく炊けてて、うん塩味も良かったんですけどやっぱちょっと臭くなっちゃうんで、うんやっぱ切り置きしないでやられた方がいいんじゃないのかな、はい、せっかくラーメンが美味しいのに香りがあるのにチャーシューのこの臭みでこの香りちょっと持ってかれちゃうんじゃないかなっていうふうに思いました、はいあと麺も気持ち細くてもいいそれから角張ってるあそうだからちょっと何種類か試してみた方がいいかなと思って、はい、店やるときには、はいうん、かなという感じがしたそれぐらいかあと辛味噌いるかなですかねもう俺はいらないかな、はい、いらないと思うかなだったら味噌は味噌で食べたいよね、はい、スープでちゃんとした味噌は、うん、ちゃんとした味噌、はい、多分美味しい、うん、美味しいと思う、うん、あとできれば、はい、ホワイトペッパーかなと思いましたもしブラックだとすると粗挽きじゃなくて、はいもうちょっと細かいやつかなうん、ブラックだとしてもねでもまあホワイトペッパーだよね できれば SB じゃなくてギャバンさんの方がギャバンちゃったんですすみませんいつもギャバンさんの方が美味しいですよね、はいはいはい、香りがそれぐらいですかあつけ麺かあつけ麺だね、うん、でもつけ麺って先輩でしょいやそうだけど、はい、つけ麺はねラーメンの方がレベルが高かったんですよ、ね、そうラーメンの方が、はい、だからラーメンを軸に作ったかなっていう感じのつけ麺、はいはいはいでしたね、あと俺がねつけ麺でやっぱちょっと気になったのはゆずですかね あの冷凍ゆず、はい、あれ切ってないですよね冷凍のゆずですね冷凍 で、そうですよね皮だけのやつですよね、はい、そうですよねあれがね僕は個人的にですごめんなさい僕は個人的にあのゆずが好きじゃなくて僕はすだちもちゃんと生使うし金子半之助の金子のところのゆずも冷凍は使わないでちゃんと生の切ってたりしてるんで、はい、それだけで全然香りが違うんで、うん、ラーメンが本物なだけにもったいないかなっていう感じはしちゃいましたね、あそこで海苔もっすねそう、海苔もね、上にかかってた、はい、ちゃんとした海苔ちゃんとした海苔だと、あそこ格上がりますよね格上がるねつけ麺の上に乗せる海苔が本当にあれでいいのかいい海苔だとしてもあの形でいいのかっていうのもちょっと考えられた方がいいかもしれない八つ切りの方がいいかもしれないうん、かもしくはあの形だったらもうちょっと太めとかね花巻そばみたいな感じの手切りもとか、はいはいはい、スープが品があるから多分合います、うん、合うと思う多分そう家庭で食べるレベルのラーメンじゃなかったことは確か、だから家庭で食べるにしたらものすごく美味しかったうますぎそううますぎどっちかっていうと店でやるにはあと一歩って感じだと思いますあとはもう店舗作ってから微調整でいけるかなっていう感じだから逆にここまでご主人がやってこられたのはいろいろ言わせていただいちゃいましたけど大したことじゃないんですよ今直すことってだすごいなと思って俺逆にでも今一番印象に残ってるのはやっぱ魚の香りなんだよね俺は一口目そう一口目のねだあれがあそこまでしょっぱくなければもっと残ると思うねそこがもったいなかったなっていう感じ俺今の味だったらこれやり方がいいかなと思ったのはこの辺で土地だけ借りて、まあ、この部屋の広さよりもうちょっと広いぐらい、まあ、この駐車場ぐらいでいいと思うんですけど借りて屋台がいいと思うんですよあ例えばですけど土日閉まってる居酒屋さんとかの駐車場を借りて、うんうん、そうで厨房設備をちょっとお借りしながら、うん、そこから運びながらとかいやいやそれかその土地だけ借りてそこにプレハブ小屋プレハブ小屋建ててでスープとかちゃんと炊けるようにして、うん、だっていくらもかかんないじゃんそうやったら
屋台みたいな形でやった方がこっちの方はいいと思うの、そういうのは絶対いいと思う。いつ行きますね。じゃあとりあえず明日業者さん呼んで見積もりから見積もりから仲間が職人がいっぱいいるので、あ、そうだ、そういうのはねプロですもんね。どれぐらいの目処でお店やるのか、うん、半年ぐらいはちょっと見てます。じゃあ年内形では考えても、はい、食品衛生管理、はい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 、はい、あとは店舗かその場所とか、なるほど、ちゃんとした店構えない方が面白いかなと、うん、あえて、うん、逆にです、ね、逆にちゃんと見した店作るってやっぱ 3,4,000万ぐらいいっちゃうじゃないですか、はいはい、もったいないっていうかあれだから、だからこのロケーションに合わせた店作りっていうか、うん、なんかそういう感じで食べたいラーメンだなと思ったんですよ、あーラーメンが。で僕たちラーメン屋作るときにはやっぱラーメンを軸に全て考えました、はい、この味から内装から接客から BGM から全部考えるんで、なんかあのラーメンを食べるときになんかそういうところで食べたいなって感じです。もし半年後ぐらいにオープンされたら、はいはい、お昼の仕事ってやめられちゃうんですか。もうここはきっかり、だってお昼の仕事って失礼な話ですけど、だいぶいいお稼ぎになられてるからこんな家が建ってたわけですよね。そんなに田舎なんで建てられるだけですよね。いやってことを考えたらそれ捨てるって大丈夫なんですか。なんか中途半端にはやりたくないんですね、うん、そこは夢なんで、やっぱ2人でお店をやる。あ、奥さんも一緒に。もちろんです、あの、はい、もう一緒になった時から将来的には必ず2人で飲食店を何かしらやりたくて、先輩、はい、全面カバーっすよ、もう夢がある。それ出会った頃っていうのは何年前ぐらいから飲食店やったっけ。もう12年ぐらいですね、はい、流れの夢が。子供も可愛かったのよ、泣いたら。だから、ね、失敗していただくわけにはいかないってことですよね。そうなの、何ちゃんですか、上の子がまつると言います、まつるちゃんと、まつるちゃん、まはるくん。本当は言っちゃいけないことなんだけど、もしダメだった時に、はい、業界に戻れるんですか。そんな気持ちを持ってやっちゃいけないんだけど、俺いつもね動画内では正直言ってそんな気持ちでやるから失敗するんだとかって言ってはいるけど、家来ちゃってお茶様が来ちゃったら分かるでしょ。だって、はい、分かります。もう最悪の時っていうのは今のまたお仕事っていうのはまた復帰できるんです。あ、もう全然大丈夫それは。じゃあ行くとこまで行くしかねえな、はい、今から物件探して。そうだね、こっちからですからね。そうですよね。もともと商売やってたので。あ、お二人で。あ、別で、はい、何屋さん。もともとうちは母親と一緒に飲食店やってて。奥様は何屋さん。私も似たような感じ。あ、そうなんすか。、はい、ただ全然場所は違くて。じゃあ接客とかも慣れてらっしゃるってことですかね。接客が好きです。その頃からもまあ、お客さんと友達とかがお店をやってほしいってずっと言われるんですよね、なるほど。なんかちなみにあのさっきの僕らが食べたラーメンっていうのが、はい、多分今1年やってきた最終形っていうかね、ここまでの最終形だと思うんですけど、はいはい、あの同じ味をお知り合いの方って食べられた方っていらっしゃいますか。ああ結構食べて、はい、なんかその方たちの逆にご意見とかってどんな感じだったか、うん、やっぱりつけ麺の方に魚介を振り切っちゃうと苦手な人がやっぱりいるんですけど、ラーメンの方だとそのつけ麺のスープに出汁で割ってるんですね。あっちは和風の出汁の方で半々で割ってるので、そっちだったらみんなやっぱ普通にうまいって食べる。あ、ラーメンですね。はい、ラーメンの方。魚介が苦手な方が結構多いんですよね。で、俺ちょっと思うんですけど、いろんな方呼んでご意見伺うっておっしゃったじゃないですか、はいはい、多分ね、やめた方がいいと思います。いろんな方の意見を聞くっていうのは なんでなんですか。いろんな方っていうより、ええ、特にその意見を聞きたいっていうのは、食べ歩きをしてる魚介とか、うん、いろんなのを食べたやつに俺の味を一回食ってみてくれっていうのはやって、うん、あとは友達とかがよくインスタとか載せたりするんですよ。今日またパパが作ってるみたいな、はいはいはい、そうするとみんな食べたい食べたいって言ってくれるんで、うん、食べたいって言ってくれた人に、うん、なるほど、はい、それも一つなんか、まあ、マーケティングも含めていいことなのかなと思う一方で、なんかこうラーメンの職人としてはそこであんまり左右されてほしくないなっていう、はいはいはい、例えば僕も含めてですけど、はいはい、あくまでも今日僕が申し上げたのは僕の意見であって、はい、別にそれに合わせる必要も何もないじゃないですか、はい、俺がこれだと思ったものがあんまりブレない方がいいと思うんですよ、はい、
まあ、客観的に意見は意見として聞くだけは聞いても、はい、あんまりブレない方がなんかいいラーメンができるし自信も出せるしっていう、でそれがこう店の空気感につながりお店が繁盛していくのかなっていう感じがするんですね、はい、みんながしょっぱいって言おうが、はい、甘いって言おうが濃いって言おうが脂っこいって言おうがうるせえ黙ってこれ食えって、はい、いうためには自分自身がものすごい量のラーメンを食べて、はい、ものすごい回数のラーメンを作ってないと、はい、それってできないじゃないですか、はい、多分途中で心折れるはずなんですよ、うん、そこまで行って、はい、ぜひやっていただきたいなっていう、はい、まだ今のラーメン完成してると思ってないんですよ、はい、もっとうまくなるって思ってるんで、はい、もうちょっとこう研究はしたいっていうところがあって、うん、あただですね、はい、生意気はしていただくと、はい、ここまでできてると、はい、家庭で作るのはやめた方がいいですよ。ちゃんとした設備で全然変わっちゃいます、ラーメンが、はいはいはい、例えば今5リッターぐらいの寸胴ってお鍋でやってるのが、はい、今度60リッターの寸胴になるじゃないですか、はいはいはい、そうすると比率を合わせても全く別物になっちゃいますから、はい、同じものできませんから、はいはいはい、うん、だから今度そっちの営業用で合わせて作っていかないと、はいはい、火も違ければと、うん、こう面積が増えると湧いてる面積、あと水空気に触れる面積、はいはいはい、あとどうやって対流するかとか全部変わってくるんで、はいはい、だから早めにちゃんとした設備でやられる方が結果として早いです、ね、うん、だからやっちゃいましょうっていうのは、うん、なんか自分そういう感じです、うん、ここまでできてて、でもう気持ちも固まってるんだったら先に進んで退路を消していかないとこう走れないから、うん、だからもう自分を追い込む意味でもってことね、そうそうそう、うん、もう借りちゃったもう作るしかねえみたいなね、オープンに告知しちゃったでも俺ら大体いつもそうやってやってきたもんな、すごいっていう感じだよね、じゃないといつまでたってもラーメンって完成ないですよ、オープンしてこの味で行こうってなっても、はい、やっていくと、やっていくうちにどん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 変えていくと思うんで、はい、いつまでたっても完成って ないと思うんで、一生多分やってる限りは完成しないと思います。店舗でや作り始めた方がもういいと思います、うん、いいと思います、多分向いてますよね、あれだけ綺麗にキッチンも使われてて、ちゃんとしたキッチンの方が絶対向いてます、はい、ここからじゃあ店舗がこうやってできていって、こうやってラーメンがオープンしてっていうのは、はい、山ちゃんどう？ありがたいお話ですよ、はい、じゃあでも別に聞く必要ないんで、客観的な意見として思っていただいてね、全然、はい、全然お力貸していただけたら本当にありがたい、本当にでは都度都度というか話していただくタイミングがあればまた連絡いただければ、はい、ありがとうございます。ちなみにキッチンは旦那様が全部やってるということで、はい、朝ごはん夜ごはん全部、あ、全部です。え、お子さんが一番好きな食べ物は今はラーメンになっちゃってる、ラーメンかハンバーグですね何でも子供らしくて、やっぱラーメンはたくさん食べさせてるんですか？そうですね、まあそのスープを作ったタイミングっていうのが、うん、やっぱ子供らもワクワクしてくれるんですよね。匂いで、匂いでね、分かるな、朝起きて、あ、やってるな、今日ラーメンだっていう英才教育ですね、ラーメンの英才教育、そうですね、うん、だから今日本当にお家ご招待いただいて入る前に、あ、これが本当に家系ラーメンなんだと思ってそういうことですか、うるせえ、黙れ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いかがでした？帰ってから実感湧く感じかもしれないですけどまだなんかホワホワしてます胃が痛いです緊張しましたなんかすごい旦那さんの方があまり喋らない無口の方なのかなと思って、それもやっぱ緊張の、いや結構人の話よく聞くタイプの方なんです。耳が貴重な意見なので、いやでも緊張してました、はい、いかがでした？お二人のこの率直な意見というかストレートな意見を、やっぱ自分が気にしてたとこなので家庭でできるのがあれがマックスなので、やっぱそうだよなっていう感じですね、うん、どうですか、これから半年後とかに開店を目指すってことですけど、気持ちは変わらず？そうですね、もう目指したいなって、はい、辻田さんも加藤さんも言ってる通り、はい、お手伝いできることがあれば、はい、お手伝いいたしますので、はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
仕事抜けて学校に行ってて。あ、本当ですか。じゃあ、ありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、OK です。ありがとうございます、お母さん。よかったです。いやいや、わざわざすいません。